僕たちモードなんて合ってないようなものじゃんって笑ってた君と、いつぶりの DVD じゃない映画館で見る映画でと、涼めるからって理由で説得されてくれたけど、それもそれでサンダルに覗くお揃いのアンクレットで思い出したのは、作って歌っているマシノミと申します。自分たちのことを特別だ他にはないと思ってしまうくらい好きっていう気持ちや関係性が熱々だったところから、だんだんそれが地に足をつけていって、安定を望んでいたはずなのになぜか落ち着いているのに虚しくなってしまうみたいなところってあると思うんですけど、そういう状況に直面してもこう今の自分たちを肯定して前を見ることが前に進むことができたらいいなと思ってフリーズドライプリーズ作りました。日常に寄り添えたらと思います。たくさん聞いてください。それでは続きどうぞ。恋